おわー、人気店の雰囲気が出ている。おお、これはうまそう。はー、これが醍醐味。せーの。お、重力を感じた。いきます。たこ焼きの神よ、大阪の神よ、お願いします。はっ、いいだよ。ヒカキン TV Everyday。 ヒカキンクッキングだよ。毎度おきに。ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。さあ本日は炊飯器で作る超巨大たこ焼き、革命だでございます。でたこ焼きといったらもう一口サイズでマジで美味しいじゃないですか。なんだけど炊飯器で、まあ、50倍100倍か分かんないけど1個の超でかいたこ焼きを今日は炊飯器使って作りたいと思います。でね、以前も、炊飯器でハンバーグ作るっていう動画を上げて、あれ非常に大好評でございまして、今回はたこ焼きハンバーグみたいにうまくいくのか。で今回ね、テイスティージャパンさんっていうめっちゃ料理とかを美味しそうに作る動画を上げられてるチャンネルのレシピを参考にさせていただきました。でそちらの動画は説明欄をご覧ください。材料はこちら、どうぞ。はい、材料こんな感じでございます。まずはね、生地の元になる薄力小麦粉、これフラワーですね、日清フラワーで、これかつおだしで、キャベツでしょ、卵で、主役のタコで、この細かいネギで、桜エビ、天かす、紅生姜、醤油、みりんでございます。で分量もテイスティージャパンさんの分量でやったんですけど、ちょっとね、うちの炊飯器が5合だけででかいのね、なんかなので、その同じ比率のまま量を増やした感じです。やっていきたいと思います。ブーンブーン、大きいって感じでいきましょう。まずキャベツを切っていきます。ジャキジャキ太いとなんか食べづらいかなと思って、このなんかスライサーみたいのを用意してます。はい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 、うん、ここも食べられそうだが、ウサギ飼ってたらあげたい。いきます。はっ、ジャーン。なんかそこまでイメージないよな、キャベツいっぱい入ってるって。うい、ようわかんねえけど、芯はさすがに食わねえわな。たこ焼きにキャベツの芯入れてきます、ってのはおかしいよな。取り方が合ってるかわかんないけど、ほらー、よし、ほらよし、うん、あとはいけるかな。はい、300g ぐらいですね、これで。よし、これを、これ初めて使うな、これこ、あーすごいすごいすごい、あ、こんくらい細かかったら食べやすいわ。コンビニで売ってるキャベツみたいになるね、あの袋に入ってた。あーすごいすごい、うん、すごい。これ包丁使えない人でもこれ大丈夫ですよ、これ奥さんねえ、今ならこれ、いやいや、パワーわかんないですけど、よし、便利だな、こういう発明大事ね。マジでなんかサラダみたいになってるけど、そのこう切るとまたちょっとテイストが変わるな。いい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 、いやこれ最後めっちゃむずいやん、これギリギリまでいって最後包丁で切るか。いろんな粗さのやつがあっていいだろう。私できないんすよ。あ、でもどうせ炊飯器で火がっつり通るから、このくらいの細さだったら大丈夫だろう。まあ本当に調理するのこのキャベツ切るぐらいだからさ、全然ないのよやること。すげえな、キャベツの千切りできる人ってとんでもねえスキルだ。でもなんかこれはこれで美味しくなりそうかもしんない、なんかちょっとぐらいアクセントに。こんなもんかな、オッケー。俺が切ったやつだけだいぶでかいけど、まあまあまあこんなもんでしょ、もったいないからいっぱい入れて。卵6個です。それもいいやつ、茶色いのってなんかうまそうだよね。さあまず溶いちゃいます。はっ、よし。本当にね、美味しい大阪のたこ焼き屋のレシピってどんな感じなんだろうね。なんか隠し味とか入ってんのかね。当然だし使ってると思うんだけども、よいしょ。あーすごいな、なんかデザート作ってるみたいだな。よし、完全にこれはパティシエですね。ちょっと混ぜとかないとムラになるかもしれないな、後で白身となんか黄身が分離しないように。オッケー、こんなもんだな。よし、はい、ここで出汁を卵に入れます。卵焼き作るみたいだけど、はい、いきます。おい、これがね、水と出汁でだいぶ味変わると思うんだよね、たこ焼きはね。出汁で作ってるでしょ、ってことで。おー、見たことない雰囲気になりました。それでは小麦粉、薄力粉系のやつ入れていきます。これなんか一気に入れるとダマになっちゃうらしい。いきます。
どうしよう、ちょっとずつ入れていこうか。やだよね、なんかね、粉っぽいやつになったらね、粉食ってるみてえだみたいになっちゃうね。クレーム入っちゃいますから。あ、混ざるね。混ざるけど、後でしっかり混ぜないとこれやっぱダマになっちゃうね。量すごいから。だから水っぽいとね、多分炊飯器でうまくいく気がしないんで、でかいと火通らなそうっていうかさ。よし、たこ焼き屋さんは毎日これを仕込んでるわけだな。大変だわこれ。あの、いい香りするね、だしの。それでは醤油とみりんを入れます。ゴー。みりんさん、みりんの味知らないんだけどさ、こんなお酒っぽい感じのものなんだね、みりんって。醤油、ひゅひゅひゅ。あー、これうまそうだな。だいぶうまそう。一気に醤油で雰囲気変わった、濃くなった色が。さあ、いよいよここに具材を入れていくと。それでは色とりどりの具材たち一気に入れていきます。じゃあまずはこの辺の2つからいきますか。ネギ、うわ、あー、一気にたこ焼き感が出てきた。うん。そして紅生姜。はいはいはい、あ、いいね。うちのたこ焼き、いい具材使ってますからね。添加率高いんですよ、うち。添加す、案外これ忘れちゃう人がいそう。そして桜エビ、これもこだわりのレベル。おお、人気店の雰囲気が出ている。おお、これはうまそう。添加すがカリカリいってる。うわー、これめちゃめちゃうまくなんじゃない、これ。よし、ここにキャベツで、あとはうまく水分量をコントロールしていく、していく。全部入れたら、でも本当にちょっとキャベツキャベツ盛りみたいになっちゃって、ちょっと心配みたいになっちゃうかな。これうまそう。うわー、これ以上キャベツ入れるとちょっとキャベツ多くなるかな。だから水っぽいとなんか固まらなそうで、ちょっと心配だよね。難しいところだ、これは。なかなかね、初めてだから。でもやっぱちゃんと入れよう。キャベツってなんか水分出てくるとかあんのかな。どっちがいいんだろうな。よし、うえー、結構キャベツ多いけどヘルシーでいいだろう、それも。おお、いい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 い感じ。はいはい、完成。これで、炊飯してオッケーってやっちゃうと、おたくんちのたこ焼きタコ入ってないよねっていうのが来ちゃうんで、はい、タコ入れていきます。一回あったんだよな、なんかタコ入ってねえよこれっつってね。まあ、ポッ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 ポって入れて、たまに抜けちゃうんだろうね。ちゃんとタコ入れましょう。タコ使ってるでってことで、なんかね、このままゴンって入れるっていう、あのほら、たこ焼きって普通中に1個ポンって入ってるわけじゃん。それを再現するためには、もうこのままもうドーンって入れちゃうのもありなんだけど、美味しく食べたいなと思って、僕ちょっと切ろうと思います、このタコ。ってことで、今度でもちっちゃすぎてもあれだけど、タコってなんかでかすぎてもなんかさ、ちょっとさ、ゆでだこでかすぎると食べづらいとかもある気がするし、あんまり僕も磯を感じすぎたくもないというかね、食べやすくして1個入れるか。この子じゃ入れよう、でかいやつ入れよう。これすごいいいアレンジなんじゃないでしょうか。細かいのとでかいの、当たりもあり。よし、こんなもんかな。じゃあ細かいのだけもう混ぜちゃうわ。はい、パラパラパラ。よし、ウィース、宝探しみたいで楽しいね。よし、こんなもんかな。油塗ります。あとでほら、取れなくてぐちゃってなったら最悪じゃん。炊飯器のこの中に、もうこのパナソニックのね、あのくっつかないいいやつなんだけど、一応入念にやっときます。炊飯器ってね、ちょっと思い切っていいやつ買うと5年10年炊くご飯の質が変わるからね。いいやつおすすめです、私。どっちかっていうと、これ天井側もそうだけど、横だよな、ポイントは。側面だよ。あ、これそういえば言い忘れてたけど、これ真似する人、1ヶ月後まで毎日ご飯たこ焼きの香りになるとか、それ覚悟してね。知らないからね、責任一切取りませんっていう、このね、テロップ出しておいてくださいね。はい、よーし。たこ焼きだいぶ濡れている。オッケー、じゃあ入れていきます。正直さ、高さ出したいじゃん、たこ焼きって丸いもんだから。ただやりすぎると固まらなそうだから、4くらいかな、これ。炊飯器の半分ちょい超えぐらいまでいきたいよね。膨らむかもしんないし、いきます。たこ焼きファイル、あー、おー、すごー、すごすごすご、
あ、案外、あ、全部入れてちょうどいいぐらいだわ、これ入れちゃうわ。これで4メモリぐらいだな、ちょうど。あ、よかった、いい量だ。薄っぺらいとお好み焼きになっちゃうからさ、ぶっちゃけ。よしよしよし、具沢山感がすごいけど固まんだろ、卵も6個も入れてんだから。卵だよね、固まる感あるものってね。よし、はい、なんかムラがないように、どっちかというと具が真ん中に行きやすいんだ。端まで具をちゃんとやって、あ、ただなんかあんまりかき混ぜるとタコが全部下に行っちゃいそう、まあ、上側に行くってことか、ひっくり返した時。よし、もうこんなもんじゃないかな、これでタコまた悪さするんかってことで、いきます。はあ、これが醍醐味。これもちゃんと埋めないと下に出てきちゃう。うわ、傘がちょっと増えたぞこれはい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 、うわ、完璧じゃねえこれ、超完璧。 OK、 できたー。思ったよりまあずっしり感もまあ大丈夫そう。さあ、じゃあこれで何時間炊けばいいんだろうな。2時間とかでも足りるかな。何回も様子見ながらやっていきたいと思います。設定とかよくわかんないけど、炊飯が51分で出てる。 AI がなんかこいつやべえなってなってんな、これ。わあ、これ蒸気が部屋中たこ焼きの香りになりそう。まず1回待ちます。それだけで1時間ぐらいだからね。はい、今ですね1時間ぐらい炊飯したんですけど、なんかね残り9分みたいにどっからなんか止まっちゃって、一回ちょっと見てみようと思います。多分まだなんだよね。いきます。あ、ドキドキする。オープン。あ、いい感じで来てるけど、なんかあれ、なんか外側こう焦げてる感ちょっとあるけど大丈夫かい。なら、シャビシャビしてんな、生っぽいな。あと何回やればいいんだろうこれ。そう、甘くないですね。多分やっぱ3回ぐらい行かなきゃいけないのかな。あんま焦げてほしくないんだけどね。切ってドロゴみたいになったら最悪なんで、もう一回いきます。プスプスプス。さあ、もう2時間ぐらい炊きましたね。2回やりました。ピーって言ったんで、頼むよ、香りチェック。ちょっとたこ焼きの香りいきます、ゴー。たこ焼き、あ、なんかエビのいい香りするけど、もうちょいっぽいな、なんか茶碗蒸しみたいな感じなんだけど。あ、結構硬い。一番上の方だけもうちょい水分抜けきってないけど、だしのいい香りするし、もう一回くらい、もうなんか固形にはなってる。3回炊きました。だから3時間超えてます。さあ、怖いね。いきますよ。はい、いいですか、準備はいいですか。いきます、頼むぞ。超巨大炊飯器たこ焼き、オープン。3、2、1、ファイル。おー、いけてるんですかこれ。あまり2回目とそんなに変わんないけど、まあでもたこ焼きってカチカチではねえからな。いや、いけてるな。一瞬茶碗蒸しみたいで不安になるんだけど、いけてる。これはもう多分これ以上やったらカチカチになっちまうから熱い。さあ、これをまず皿をほっ、まだやってるからな、ちょっと難しいんだよこれが。よし、いくぜ、せーの。お、重力を感じた。地球の重力がもうドンっていった。どんくらいの色してるかね、焦げてなきゃいいけど。いきます。たこ焼きの神よ、大阪の神よ、お願いします。はっ、いいだよ、炊飯器たこ焼き。うおこれはたこ焼きなのか、これは。これでもいいんじゃない。こっからソースとかかけて、いよいよたこ焼きになってくるんで、なんかなぜかなんか謎のこのなんかシワみたいのがあるんだけど、まあでも大成功だこれ。しゃあ、来たぜ。でもいいね、中トロトロしてるかもしんない、ちょうどいいかも。さあ、じゃあいきますよ。こっからが大事だよね。ソースビッタビタにしたいよねこれね。いきます、まずはおたふくたこ焼きだしソース。お好み焼きソースじゃないからね、たこ焼きソース。いきます、あーあああ、いきます、ゴー。うらー1本使います、うちは。はい、俺は使うよね、たこ焼き50個分くらいかもしんないからね。うわー、すごいすごいすごい。うらっ、かけすぎたかもしれない。ハンバーグだハンバーグになってる。そしてこっからなんだな、マヨネーズいきます。マヨビーム、ほっ、うおー、すごい。お好み焼き感がすごいが、こうなるわな。うん、
そして青のりもこれ一瓶いきたいけど、まあそれはやりすぎ。これは中心、あーいい、めちゃくちゃいいたこ焼きだこれは。わっさわっさわっさ、オッケー、ちょっとお好み焼き感があるがラストだぜ。決まったなー、これ炸裂している。あーいい香り、丸尾ともっちゃんがいたら寄ってきちゃうぐらいいい香り。これをやばい、カフェでかそれではケーキみたいに入刀してワンピース食べたいと思います。もったいねえな切んの。いきます、ケーキ入刀。わすごい、ちゃんと火通ってる。はっ、タコがあんのかこれ。あ、タコがあったとこだな、なんか硬かったな。よし、なんかキャベツの繊維が見えてる。いきますよ、ソースにたっぷり浸ってるところ。おら、お、来た、来ました。うおー、うまそう。うまそう。まあ、なんかまあまあ超分厚いお好み焼きやんこれ。これタコかな、この一区画にタコが入ってるかは分かりまへん。確率としてはね 20% ぐらいかな。うちタコケチってるんで。これタコ、これタコかな、これ食べてみますか。ブーンブーン、それではいただきます。いただきまっちょ。これだけでたこ焼き5個分ぐらいの重さあるよな。もっとかもしんない、なんか詰まってる感がすごい。いただきます。おいしい、おいしいわ。キャベツのところ食べたいな、うん、お好み焼きかな。ただなんかあれだけ具たくさん入れたんだけど、生地のボリュームがすごいからもちもちしてるというか。あった、すいません、ちょっとあった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 、たこ焼きあった、たこ焼きあったってか、たこあった。ここの一区画食べたらたこ焼きの感じするかどうか。いただきます。うん、最後の一瞬だけたこ焼きだ。なんかさ、やっぱたこ焼きってさ、キャベツ入ってないのと、なんかちょっとトロトロしてたりすんじゃん。あんましてないから、なんかね、たこ焼き感はね、あんまないんだけど、ただ美味しいお好み焼きみたいな感じ。ただね、食べてるとさ、分厚すぎてさ、ソースなくなってきてさ、なんか紅生姜となんかキャベツと生地の味がしてきて、結局こんだけソースかけたのに、ここでまたこうやってかけないと足りなくなっちゃうね、これね。そう思うとやっぱたこ焼きってあれちっちゃくてさ、一口でソースとかマヨネーズも外側についてるから味美味しいんだな。そう思うとお好み焼きもあの薄さだから味が染み渡ってうまくできてますね。分厚すぎるんだよ。ただね、薄っぺらいとただのお好み焼きになるんで、僕はもう完璧にできたと思うんで、うん、ちゃんとソースかけて食べるとね、美味しいたこ焼きって感じ。お好み焼きか、もしかしたら卵がもうちょい少なくてもいいのかな。固まってる感が強いね。まあ炊飯3回ゴリゴリにしたからっていうのもあるかもしれないけど、もちもちしてんのね。たこ焼きはもうちょいシャビシャビ、お好み焼きももうちょいこう生っぽいかもしれないね。しっかりした感じになってる。だから大成功だわ。うん、ちょうどあと5ピースくらいになるんですけど、ちょうど今キッチンスタッフ5人おりますので、みんなで完食したいと思います。そしてタコのあの足しっかり見てない。ほら、あ、あー、いた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 、これだよな多分。出てきた出てきた。タコだー、やっぱ切った方が食べやすいかな。まずチョコケーキかっていうボリュームだぜ。いやこれね、ほんとね、1ピース食べたらね、腹いっぱいっす。マジでタコ焼きより詰まってるの、なんか生地が。はい、今スタッフたちが一斉に口に運び出しました。さあどうなんでしょうか。あ、あれ、あんまり表情が、生地が硬い。あ、生地か硬い、確かにね。ちょっとね、すごい熱した卵の黄身みたいな感じがねあるのよ、ちょっと。まあ崩れたらやだから、ちょっと3回炊飯したんで2回でもよかったかもしれないね。どうですかね。僕は好きです。お、よかった。目標だったらどうしようかと思いました。どうですか。たこ焼きではない。ではないですよね。でも美味しいです。あ、よかった、はい。美味しいです。味は美味しいです。よし、ほぼタコに誰も行きつけてないというね。よかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。結論、
たこ焼きは普通のちっちゃいのがうまいね。あのちっちゃさの中にタコがポンって入ってるからね、あの味なんだよな。まあそれ分かっててやったんだけどね。なのでまあもしね、もう炊飯器どうなってもいいっすみたいな、楽しくみんなで家族でやろうみたいな真似したい方がいましたら、あんまりめちゃめちゃ期待してるとね、たこ焼きではないかもしれないです。ただね、逆さにしてうまくいってた時のテンションの上がり方はね、普通のたこ焼きとかお好み焼き作る時にはない達成感がありますので、勇気のある方、そして炊飯器がもうどうなってもいい方だけやってください。今回参考にさせていただいたテイスティージャパンさんの動画は動画の説明欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。めちゃくちゃ綺麗に作られてます。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok、ミルダンもやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、ブワーイ。タラク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